凍して保存しておいたキャッサバも解凍してますが、解凍してるやつを適当な大きさに切って、これは生のものを冷凍したものですね。そうですね、生のものをそのまま冷凍したわけのやつです。こうやって芯がありますから、芯をちょっとこれ大きすぎるので半分ぐらい、これだけブカブカだと手で大体これで、そうですね、800g ぐらい、700から 800g ぐらい取って、この蒸し器に入れて、大体普通の鍋で蒸すと20分ぐらいかかるんですけども、そばの蒸し料理以上で完成です。こんなに作れるなんてすごい。ちょっとテレビで見たのだけで食べたことない。予想と違った食感がしますね。さつまいもとほど甘くないけど、じゃがいもほど、じゃがいも以上の甘み、ね、ちょっとこう繊維質なのかなって思ったりもしたんですけど、なんだろう、しっとりしてて美味しい。干し芋を食べてる気持ちっていうんですかね、食感的にはしっとりしてる。ホクホク感とかすごい、なんかシルクの歯触りとか、で今回、今日は、すべて冷凍のものなんですよ。冷凍でここまで、ちょっと心配だったら正直べちゃべちゃになっちゃうかなって思ったんだけど、なんかあんまり変わらないですね、生の仕上がりね、思った以上に、ね、